岡大蔵、岡大蔵は、江戸時代末期の土佐藩豪士、芝良太郎の小説名から、人切り、遺蔵の名でも知られる。意味名は呼ぶり、読みについては、吉古の田、高信、の二つ、当諸説あり不明。幕末の四王人切りの一人。土佐国上郡岩村、現行地県南国市に二十国六都四省五号の豪士岡田吉平の長男として生まれる。 弟に、同じく金労党に加わった、岡田慶吉がいる。海岸年、1848年、土佐沖に現れた、外国船に対する海岸防備のために、父、吉平が、藩の足軽として重宝され、そのまま城下の七軒町、現在の高知市あ宵い町に住むようになり、伊蔵自身はこの足軽の身分を継いでいる。竹市随山。 半平田西寺し、はじめおの配置登流中西派の浅田直おかい、神に剣術を学ぶ。安政三年、1856年9月、随山に従い、江戸に出て、鏡神明智流剣術を桃い春倉の道場、四学館で学。翌年9月、土佐に帰る。万円元年、1860年8月より、時勢探索におく随山に従って、 同門の久松清は、島村外内らと共に、中国、九州で、武術修行を行う。その途中、伊蔵の家が、旅費の捻出に苦労するであろうと竹市が排除し、文を岡藩の藩士に伊蔵の滞在と、後日、藩士へ土俵の瓶ができた時随行させてもらえるよう、頼んだ。竹市と別れ、伊蔵のみ、岡藩に留まり、自家主流剣術を学ぶ。文久元年、 1861年5月頃、江戸に出て、翌年4月土佐に帰る。その間の文久元年、1861年8月、竹市の結成した土佐勤納党に加盟。ただし、名簿の写しからは、池倉田や広田浄介と共に、名前が削除されたとみられる。文久2年、1862年6月、参勤交代の英氏に抜擢され、 随残らと共に参勤交代の列に加わり系、上る。これ以降、土佐勤納党が、王政復興運動に尽力する傍ら、平井治治郎ら勤納党同士と共に、土佐藩加みつけの井上蔡一郎の暗殺に参加。また、薩長他藩の同士たちと共に、安政の大国で、尊老上位派の弾圧に関与した者たちなどに、天中と称して、集団制裁を加える。 越後出身の本間誠一郎、森間五六、大河原十三、渡辺金蔵、上田助之城など京都長武行の役人や寄木、長野主前、安政の大国を指揮したの愛人、村山和江の子、忠立脇などがこの標的にされた、村山和江は橋に縛り付けられ生きさらしにされた。このため、後世、人切り蔵像と称され、薩摩藩の田中新兵衛と共に恐れられた。 なお一般的に、幕末の四王一切りと呼ばれる者たちは皆、後年の創作物によって、一斬りの呼び名が定着したのであり、同時代の同志からは遺蔵は、天中の名人と呼ばれている。ただし、遺蔵は、文久2年、1862年10月12日、幕府に上位を迫るため、京を出発した直至一行に加わり、副直至、姉が工事工地の護衛を務め、 10月28日から12月7日まで江戸に滞在しており、11月15日に起きた、ただ対等殺害には関わっていない。遺蔵は、随山在教授の文久3年、1863年1月に、脱藩して江戸へ向かい、2月より高杉新作のもとで居候となる。3月に、高杉が藩の命で刑を赴くと、遺蔵も刑に滞在。その後、 主食に溺れて同志から借金を繰り返し、高杉からも六両の借金をしており、金納党員の千秋九次郎が代わりに返済している、同志と疎遠になった後は一時期、坂本龍馬の紹介で、勝海舟の、元言っていたという逸話が残っているが、いつしか、その龍馬らにも見放され、無宿者となるほど身を持ち崩した。その後8月18日の政変で、土佐金農党は、 水星となる。源氏元年、1864年2月、昇華へのおしがりのがで、犯罪者としてばくりに捕らえられ、5月に夜勤、入れ墨の上、強楽追放処分となり、同時に、土佐判理に捕らわれ、土佐へ搬送される。土佐判では、吉田東洋暗殺、強楽における一連の暗殺に関して、史料、竹市随山を含む土佐勤労党の同志がことごとく、 捕らえられていた。遺蔵は、女も耐えたような拷問に泣きわめき、竹市に、遺蔵は誠に、日本一の泣き味噌であると思うと告評されている。間もなく、拷問に屈して、自分の罪状及び天柱に関与した同志の名を、自白し、その自白によって、まだ捕らえられていなかった同志からも、新たに逮捕される者が続出するなど、土佐金剛党の国宝会のきっかけとなる。 遺像の自白がさらに各方面へ飛び火することを恐れた、国内外の同志によって、遺像のもとへ毒を差し入れる計画まで浮上したが、随山が強引な毒殺には賛同しなかったこと、遺像の親族からの了承を得られなかったこともあり、結果的には、国の決心に至るまで計画が実行されることは、なかった。慶応元年、1865年うるう5月11日に、打首、 国門となった。去年二十八。時世は、君がため尽くす心は、水の淡小にしやとは澄み渡る空とする資料、寺石聖路、都祭神殿もある。墓所は、高知県高知市阿蔵野駅近郊の新州寺山にある、瑠大墓地。よぶりの名で埋葬されている。以上九件について、遺蔵が関わったとする説が存在する。しかしながら研究者の間では、 この全てについて必ずしも関与していないのではないかと、する説も存在する。幕末志士の恋愛時、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。